よろしくお願いします。昨日朝から打てなかったんで、朝から打てなかったんですけど、4000枚いただきました。もう確実に来てる。番長4の流れが来てる。ゴッドハンドカッシャー、確定しました。さすがですね。今日朝から行きましょう。狙い台は一応昨日のへこみ台で それぐらいしか決めてない。もうあとは直感で行きましょう。まあ多分みんなそう選ぶと思うけど。あ、じゃあ、いや、じゃあ打ち方にするか。じゃあバンチョー、おっす。皆さんおはようございます。しんのすけの膝おっこのみなひろです。さあ本日はですね、ウエスタン神田の南火災店様の方で収録させていただくんですけれども、抽選人数が約30名ほどいらっしゃいまして、引いた番号が5番。はい、めちゃめちゃ両番でした。もう完全にゴッドハンドクラッシャーが効いたんですけども、番長の方抑えましたんで、今日も打っていきたいと思います。いや、もうずっと打ってますね。はい、もう毎日打ってるんで、まあ、実質家に帰ってきたみたいな安心感があるんですけども、今日は朝からビシバシ叩いていきたいと思います。で、結構ね、番長法導入されてもう1ヶ月ちょっと経つんですけれども、まあ稼働落ちないですね。やっぱり自分が知り得る限りではかなりトップ稼働で、最近の機種の中では本当稼働だけで言ったらね、かなりいいブルーに入るんですけれども、いかんせん難しいんで AT がね。なんでそこを取り除いて面白いところをお伝えするのがみなひろのお仕事でございますんで、今日も打っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。行きましょうか。いつものやつ、ウエスタン神奈川南火災店様の収録になります。マックスベット押せ。押す、よろしくお願いします。はい、スタートということで今日も打っていきたいと思います。押す番長4ですね。導入から1日も休むことなく打ち続けまして、今日で42日目になりましたね。いやー早いですね、時間経つのは。やっぱり気づいたらもう1ヶ月ちょっと経ってます。まあまあそれでいいんですよ。だからそれまでに万枚のエンブレム、これはもう引かないといけないんで、ちょっとなんとかしてやります。なので今日の目標もまずはライズアップからの指導ですね。教育的指導、エンブレムの入り口になりますので、そこ目標でいきましょう。いいね、今作のサキはね、異常に可愛いです。トリカ、これね、ベッド特訓とか入ったら熱いんですけどね、残念でした。で打っていくんですけれども、解析情報は、まあ、ぼちぼち出てますね。大都議県公式のサボさんっていう言い方でいいんですかね、が開発者の情報を定期的に更新されてるんですけれども、どちらかというとそちらからの情報の方が多いですかね。みなひろと大都さんの対決です。どちらの方が早く情報を出せるかっていう。いや、大都さんはもう知ってると思うんですけど、それよりも早く実践データを貯めて情報を公表するのが自分の使命なんで、対決です。今後はその戦いを見ていただけたらと思います。で、いろいろと出た情報は、まあ、できる限りご紹介していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。さあ、で今もう100ゲームのゾーンなんで、オスモードならもうここで特訓行くんですけども、通常時の前兆の分かりやすい演出ですよね。はい、で打っていくと前兆と開始の合図なんですけれども、ちょっとこれも以前お話ししたんですけれども、おさらいとしてご紹介しておきます。代表的なところで言うと、特訓のビラであったりシルエットが合図にはなるんですけども、まあ、それ以外にもいろんな演出パターンがありますね。例えばこの射程の通過演出であったら、枠が揺れたらチャンスアップですね。でこれはチャンス目、123ゲーム
これややこしいのが今みたいにゾーンで強力早く引いちゃうと、もう強力早くで行ったのかゾーンで行ったのか全く分からなくなってしまうんで、一応全長のゲーム数で大まかな予測はできるんですけども確定はさせられないんですよね。なのでもう基本的にはサンプルから除外してください。ただしこういうパターンですでにもうオスモードがリセットかかってれば確定してる状態でもうゾーンここで必ず来るって分かってるじゃないですか特訓が。そういった場合は、まあ、100ゲーム台が選ばれてたんだねっていう認識はできるんですけど、それ以外だともう分からなくなりますよね。果たして対決で行ったのか直特訓で行ったのかっていう。で今回はもうこれ特訓入ると思います。134ゲーム、もうこれ分からないです。ゾーンで行ったのかチャンス目で行ったのかが分からないんですけど、まあ、とりあえずゲーム数は100ゲーム以降でしたよってことですね。はい、でもう前兆の示唆パターン説明しようと思ってたんですけど、もう強力薬引いちゃったんで突っ飛ばされましたね。で代表的な前兆以上確定の演出でいうと、まあ、それぞれの演出の、まあ、中パターン以上ですよね、はい、が出て霊薬を否定した場合は基本的に前兆以上確定になりますので、そこを目指していくっていうパターンが、無難化だと思います。で自分も普段打ってるときはあこれで霊薬否定すれば特訓来るぞ、あ否定したっていう感じで楽しんでます。134これで14ゲームです、ね、まあ演出弱いんでこれは外れそうです。15ゲーム発展、おっとイストリ来たぞ。前兆が弱すぎるんで外れてるけどイストル持ってきたパターンと予想します。バーまあこれは仕方ないで、で朝一発目のオスモードスルーと、でまあオスモードスルーしちゃったんでこれ以降通常 A、B、チャンスのどれかのモードに移行するんですけども、まあ通常 A、B の比率が高いですねやっぱり。実践上のデータになりますけど、ただ一回通常 A 行っちゃうともう次は B かチャンスなんですよ。B かチャンスで、まあ、B 選んだらまた次も B かチャンスなんで、案外打ってると一回 A に飛んじゃえば次の当たりまでに A に飛ぶことはまあ稀ですね、はい、なぜならそれまでに天井に行くからもしくは当たるからっていう感じなんで、その A に行く可能性のあるモード以降がここなんですよ。押すモード終わった後と引き戻しモード終わった後が一番行きやすいんで、まあ、やめときならここなんですけども、注意すべきなのはここですよね。ハマる可能性があるんで、だからここで強力エイク引いてその 20% ぐらいで直特訓が選ばれるんですけど、それ引けたらめちゃめちゃ美味しいです。通常 A で本来なら例えば200以上ハマるところを強制短縮することができるんでうまいですよね。通常 B150 選ばれてる場合でもそれ引ければ一気に短縮できるんでうまい、めちゃめちゃうまいです。で引くならここです、もしくはまあねチェリーとか弁当で当てちゃってもいいんですけど、そんな感じですかね。あ来ましたね、175ゲーム全長開始、射程引っ張りプラスリプレイで服が脱げない全長以上確定、だから150ゲーム台なんで B 確定ですな、まあ、もしくは直撃の可能性があるんですけども、まあ状況に応じ状況的に B でしょう。結構やっぱ特訓以上確定する演出はまあ出ますね。あのサプライズパターンで特訓入ったのってことは、まあ、なかなかないです、はい、それは番長ゼロもそうでしたもんね。はい、これ12ゲーム目、12ゲーム全長339ですね。下のゲーム数が339から特訓開始、もうめちゃめちゃ弱いですね全長は。16ゲーム目、はい、来てるね。弱体化はしないですけど普通に
普通にチェリー引いてます。チェリーっていうか普通に何か引いてますね。で中対決、横コーナーしベル、あー弱い。カットインも白、演出も通常の黄色。2回引きましたよ2回引きましたよ兄貴仕方ないですね。このベルがまた別のね大事な時で役立つんで、その時に取っておきましょう。さあゲーム数見せましょうか。はい、おはようございます、店長ですよ。初めてオハデン行きましたねこんだけ打ってて案外行かないんですよね。結構当たりは取れてたんで、午前中とかはここまで行ったのは42日目にして初めてです。ちょっと嬉しいおー岩尾や、初めて言いましたわ、温泉に使ってる岩尾。嬉しいな、当たる前兆の時ってこういうの見れるからいいですよね。岩尾に入らんかな、これ。岩尾と婚約はちょっと嫌やな当たります。こういう時しか岩尾先生来てくれへんから。はい、完全勝利したのは710ゲームです。楽勝ではないです、はい。で、天井といいますか、まあ、あの実戦上600ゲーム以降で当たった、ボーナスは全部 BB です、はい、BB 以上のデフォルト配列、なかなかボーナスです。じゃあまずは挨拶からいきましょう。オスオスオス、隠しモードバージョン、マチコ先生。ただこれのいいところを教えてあげましょう。まず朝一に関して言うと、天井する回数がね浅く設定されてますんで、まあスルーしても一番軽症で済むところですね、はい、軽症で済むところ。かつ、まあ、朝一から700余ってますので、あのポイント獲得量は優遇されてます。だからあと2回ぐらいボーナスつければ自治会国来るかもしれないんで、そういう意味ではグッジョー、プラスに考えましょう。このままいけば2連続天井いけそうですわ。オハテンからの天井なんで、オハテンテンって呼びましょうかね。オハテンテン、なんならオハテンテンテンもいけるかもしれないんで、このままいけばちょっと楽しみになってきた、まあ、確かに投資は言ってますけど、こいつの一撃性能は知ってるんで、誰よりも知ってると思ってますんで、まあ、まくれるでしょまくれるよねまくれるよね。なので、まあ、そこは置いといて、ちょっとオハテンテンやりたいですね。オハテンテンしたら2回目で自治会国出てくるとか可能性ありますからね。10ゲーム前兆427からトップ、弱体化取ってますねこれ。うわー当たりそう。オハテンテンやりたいです。14ゲーム目なんでデフォルト、よし外れてる。対決は負けてる。あとはチャンスベル引かなければオハテンテンの可能性があります。普通に当たってそう。あーこれは当たってます。
今じゃない、はい、念願のといいますか、まあ、オハテンテンならずですね、447ゲーム投資37本。でも笑い事じゃないから、笑い事じゃないから、オハテン直撃ですね。オハテン直撃でしたね、これちょうど200のゾーンだったんですよね。だからマジで分からなかったっす、200のゾーンと被ってたんで。だから多分状況的に考えてもともと直撃の前兆だったんでしょうね。本前兆の順番によって告知の仕方が変わるんですよね、この番長法って。でボーナス本前兆中に直撃引いた場合は自治会予告で告知するんですよ。で直撃前兆中にボーナスの本前兆、いわゆる規定ゲーム数に到達した場合は直撃告知してから合大事でボーナスを告知するんですよね。この段階が違うんですよ。で今直撃が出てきたってことはこの時点で直撃の前兆が先に走ってて今本前兆にいるっていう可能性があります、はい、ただそのボーナス本前兆もそもそもボーナスに当たってなかったらあのただのガセなんで、そうなった場合はあのこのあとゴーダジには行きます。なぜなら200のゾーンで必ず特訓には行くから。なんでもしですよ、その直撃前兆中に本前兆に到達してたらこの G ゲームで絶頂ナビ来ることあります。ここで中っつって絶頂ナビが来るんでちょっと耐えてみましょうか。可能性はある。そもそもナビが出ない。分かってんね、あパチスロ動画分かってんね。今日の今後248です。つまり、直撃前兆中に今規定ゲーム数に到達した感じですね、はい、なぜならこれ逆だった場合はここのゲーム数なくなってるはずなんで。で今からゴーダジ、はい、どう絶頂ナビとかこうすぐに入ります。これゴーダジ、これが当たってるかどうかはあのこの後のお楽しみですね。マジか、ちょっと自治会予告とか言ってたのによくよく分からん状態になってる。はい、中対決以上、まあ、ただその直撃で入った場合は初回対決中対決以上確定なんで、本前確定対決は除いて、だからまあ中対決以上なのは分かってます。問題はもうすでに当たってるかどうかってことですよね。6ゲーム買い物演出、中対決以上が対応対決で弱対決なら確定対決確定、かつ、まあ、そもそもがチャンスアップなんでかなり熱いです。でこれであの豪華な幕が来れば外したことないです。これはデフォルト、もう一丁、これ7ゲーム目、次8、ここで発展しなければ当たり、押しますね、反応しない。どうだろう、確定対決は取ってなさそう。中対決ちょっと危ないね、演出は強いですけど。負けてそう、どんな演出バランス。今日のトドロキは楽しませてくれるで、弱体化すごいね今日。ってことはあの買い物演出でちゃんと対応対決である中対決が出てきててちゃんと負けたってことですね。勉強になります、勉強になります。はい、227枚、ちょっと足りないんすよ、537分母が。もう一回引き戻しできればまたね、あの引き戻しモード中にボーナス当選で自治会予告飛んでくるかもしれないですけど、ちょっと足らないですね。まださあ今日2回目の天井です。っていうか今日ボーナス当たってるの天井だけです。
まあ1回直撃挟みましたけど、これはオハテンテンと言ってもいいんじゃないでしょうか。なぜなら2回連続で天井行ってるんで。どうですか、オハテンテンで良さそうですか。195ゲーム天井通る当選です。ちょっと噛んだ。持ちメダルですね。ちゃう、追加投資しました。38本です。これで昇格する可能性あります。上がらない。まあ赤なでしょう。赤ななんですね。いやー、赤ななが突破できません。くーやばいって。もう今日天井以外で当たらないつもりなんじゃないですか。もう今日天井以外で当たらないつもりなんじゃないですか。もう今日天井以外で当たらないつもりなんじゃないですか。見事3連続天井達成です。拍手。やりました。これでようやく3連続天井、まあ1回直撃引いてるんですけど、ようやく視聴者さんと並びましたね。これで次も天井行けば4連続でちょっとギネス申請したいと思います。もうこれで自分もね、一級建築士ですよ。うん、一級建築士の仲間入り。ビルを建てるね。なかなかこんなにビル建ってるの久しぶりに見ました。総投資60本ですね。735ゲームで600ゲーム以降のボーナスなんで、とりあえず BB をもらえます。いや、もういただき入れてで5ライコ入れて100ゲーム以上乗せてから5聴覚入れて、あとは対決に勝ち続ければ逆転です。赤7ボーナス。トドロキ2連続で失敗しているので、ちょっと今日は珍しくカオルでも選んでみましょうか。7揃いで違和感発生確定。結構いろいろあるんですよね、違和感は。まだ今探し中なんですけど、ないない、ない。あー、もったいない。チャンスベル外してる。よし、ラストチャンス。ない。ない。よし、次ベル引いたら当たり。分かりやすい違和感でしたね、今の。数字にカオルがいる。はい、赤なぞれ。 OK、 3ゲーム連続ベルト。はい、緑めっちゃ白。はい、次回スタートで、ね、いただけ出すためのまず分かりやすい状況、ついに分かりました。何でもいいんで、とりあえず左上のゲーム数を100ゲーム以上にしてください。そしたらようやく始まります、番長が。だからそれは 何の方法でもいいですね。対決でいっぱい勝つでもいいですし、一撃100ゲーム乗っけてもいいですし、ご来光でもいいし、ご聴覚でもいいです。とにかく残り100ゲーム以上にするとようやくこうスタートラインに立てるんで、そこからですね。ちょうど昨日も4000枚出して、その前も、違うお店さんで4000枚近く出したんですけど、やっぱ出た時はとにかくここのゲーム数しっかりベースを作れるのが早かったんで、しっかり勝てましたね。はい、7ベルです。中対決以上。ここマダラがいいんですよね。あー、チャッピーか。初回対決中対決以上って分かってるならマダラならもうその時点で相撲以上じゃないですか。ちょっと熱いんですよ。はい、エアホッケーがいい。ババ抜き。やべだね、終わりますねこれ。はい、初回対決失敗、もうこれが一番ダメです。初回対決負けちゃうと、もうあとは50ゲーム以内のご来光じゃなくてゴーダイジュがなければほぼ終わりですと言おうと思ったんですけど
唯一生き残ってるのがこれですね、強烈薬チャンスね、これでセーフとりあえず一勝でもすれば豪大寺は1回は基本できますんで、 とりあえずあの帳消しです、さっき負けた分は。でここでチャンス目引くだけで、はい、ここでチャンス目引くだけ、それだけで一応勝てる可能性が見えます。チャンス目ね、昨日5回ご来光入れたんですよ、5回も入れたんです、今日1回ぐらい入ってもおかしくないはず。まだまだ足んないよ、いやーナビが出ちゃった。チャンスベル1回とベル1回追撃ですね、ナイス、これはよし、延命したと思いましょう。で1回勝ちましたんで、とりあえず80ゲームまではゲーム数のゾーンを稼ぐことができるので、基本的に99ゲーム以内の豪大寺は1回は入りますんで、初回は。ただね、1回だけ149ゲームのところまで連れて行かれたことはあったんで、確定ではないですけどほぼ行くっていうイメージで OK です。なんで今49ゲーム以内で入らなかったんで、次99のところまでには豪大寺は入ります。そこで勝つ、豪大寺で勝つ、それでまた延命、どっかでご来光入れて伸ばす。さあ73ゲームから煽り来てますけど、これは豪大寺いきます。まあ 70% 近くは弱対決なんで、オールベルですね、現実的に突破確定になるものって言ったらやっぱオールベルだと思うんで、それ目標でいきましょう。もしくはもう勝っててほしいですけど、まあそんな甘い話はないと思うんで。はい、豪大寺1 2 3 4、7 8、まあここでいくでしょう、チャンスアップは特になし、ベルは引いてない、弱対決、お話にならない、お話にならない、はい、終わりです。337枚こういうの絶望って言うんですよ。いやまだ時間あるんでね、まだ終わったわけじゃないから、あ無理やり勝ちました、はい、初めて自力でボーナス通しました、はい、71ゲーム自力通せ、持ちメダルです。さあでですね、ある程度出た時にお話ししようかなと思ってたんですけども、ちょっと全く出る気配がないので、今のところ先にちょっとお話ししたいことを表で出したいかなと思います。でその対決報酬に関してやっぱね、強対決ほどベル追撃1回あたりの報酬消化確率は高いですね、はい、っていうのがこれちょっと実践上のデータでボーンと出しておくんですけども、こんな感じです。それぞれベル追撃を1回以上した時ですね、確定対決の帯が出てる状態でベル追撃を1回以上した時のゲーム数振り分け、報酬振り分けがこんな感じです。ちょっと100と300とループの背はちょっと別で取ってるので表には載ってないですけども、やっぱね多いですね、強対決はベル1回だけ引ければもう
30ゲーム以上の振り分けが圧倒的に多いんで、残りの上の弱対決に比べて弱対決が 50% ぐらいで、強対決になってくると確か 80%、まあ、とりあえず少なくとも 50% 以上は報酬振り分けがいいので、まあ、ここはもう間違いないかなと思います。多分皆さん打感でね、大体強対決ならそれはベルツ撃すればいい報酬もらえるよっていうの分かってらっしゃると思うんですけど、ちょっと実践上のデータ的にも数値としてあのお見せした感じになりますね。例えば強対決で引いた弁当だと多分報酬ランク上がりやすいですし、逆に言うと弱対決のただのベルなんか引いても報酬自体は上がりにくい感じでいいと思います。ちょっと今更にはなっちゃいましたけども、実際に実践データがある程度出ましたんで表でご説明した感じです。でそれにちょっと追加でですね、強レア役 AT 中の強レア役って引けば完全勝利確定なんですけども、その時の対決振り分けですね、これも出しました。でバント見ていただいて分かる通り、やっぱね、普通のベルカウンターの対決に比べて明らかに弱対決の割合が低いです。 50% ちょっとぐらいしかなかったと思うんで、これからも分かる通りやっぱ強レア役対決っていうのはもともと勝ってるのも熱いですし、かつ中対決以上選ばれやすくなってるんで、ベル1回あたりの追撃報酬の昇格抽選も受けやすいと、つまり熱いだから AT 中の強レア役は大事なんですよね。半分近く中対決出てくるってことはね、ベルでも1回でも引きゃ30ゲーム以上に期待できちゃうわけなんで、なんなら強対決なんか出てこようもんならね、もうベル2回引くだけでもご来光入ってくれることあるんで熱いんですよね。で昨日も4000枚出した時、まあその前の時も4000枚出した時もやっぱ強レア役よう引けたんですよ。 AT 中に勝てた理由で強レア役をたくさん引けたっていうのを挙げたんですけど、やっぱその理由が実際ここに繋がってきてるって感じですよね。大事、強レア役大事ただしボーナス中は引いちゃダメです。あのボーナス中は降格いくだけなんで、ボーナス中じゃなくてとにかく AT 中ですね。あとはちょっと今解説した内容を実際あの AT に入れてやりたいんですよ。なんなら強対決とかでねベル追撃してほら出てきましたみたいな話をしたいんですけどあの来ないし勝てないんで、そもそも今ちょっと時間ギリギリまで回したいと思います。はーい、8枚目。いやーっと入りました。ボーナス6回目、おしまいです。はい、236枚。長い、長いじゃない全然長くないです、ごめんなさい335枚、本日の最高獲得枚数です。いや違うか1回400枚ぐらい出してましたね、まあ、もうどちらですよ、異例のもんです。はい、ということで、ちょっと外がですねえげつないぐらいの大雨ですんで、あの店内でエンディング撮らせていただきたいと思います。いや80本近く使ってマイナス回収200枚ほど、もうこればっかりは仕方ないですね。やれないかったんで、いただきがやれるや出るよってずっと言ってるのに、最高枚数300じゃもうどうしようもないですねただあの対決報酬に関して言いたいことがありましたんで、ちょっとトークの面でね、あの楽しんでいただけたらもう自分は満足でございますんで、あの今後の番長法実践楽しみにしててください。やりますよ、次はお楽しみに。はい、ということで本日のデータも紹介ですね、やっていきたいと思います。でまずは番長4からなんですけれども、真ん中の2台がね結構しっかり出てますね。そう、両方とも3000枚ずつ出てます。カンナナといえば三強機種延々1000枚で、カラクリサーカス三強機種9000枚、これすごいですね。で結構バルブレイブとかもね、これあんまり動いてないんですよね。三強さん、あの三強系の機種なんで結構バルブレイブとかも扱い普段からいいんですけど、ちょっとこの後ね、あの夜までの間に期待したいところですね。はい、で次がカバネリですね。結構ホフとカバネリ、番長4と3機しか結構なんか良さそうな台が1台ずつありまして、これもカバネリずっと粘られてて悪くなさそうですね。箱1つ持ってます。
まだ動いてない三強系の機種であったり大体機種もありましたので、まあ、この後あの夜までにね動いて出玉ついてきてくれたら嬉しいですね。以上です。